木曜企画、あれについて。どうですか？なんか電車あるあるあります？あ、新車が臭い。新車は独特の匂いが。電車新車は独特の匂い。大別線の新しいやつ、臭いのか。そうなんだ。これはもうあるあるですね。なんかありますか？あるある電車。あ、やっぱ押しボタン。あ、なるほど、ね。めっちゃ出てくる。さすが。さすがいつも考えてる中ある。あとなんかありますか？いや、どんだけ聞こうとしてるの？勉強不正は時間が多い。あ、なるほど。あ、でもあれも。いや、こんだけ聞くの。こんだけ聞くの。多いですね。まあ、そのね、出題者は細分化されたあるあるを5種類あります。はい。うん。例えば、新車、独特な匂いがするって言ったら、皆さん、こう、やだよ、言いましたね。回答者はその応募となるあるあるを答えます。うん。だから、これの場合で言うと、電車あるあるだ。ね、で、ここ大事です。回答者にも演じてもらう場合、ね、これ、ね、出題者が答えがバレないように演じてください。うん、これはもう絶対でございます。さあ、今回の出題者、誰でしょうか？長谷川先生や。長谷川先生だよ、やっぱり。ミスターアルで行きましょう。いや、異世界に転生したいね。いいえ。じゃあ転生したらどんなことする？いや、やっぱ異世界に転生したら魔法でしょ。ベタだね。オールってアルバムのタイトルどこだ？モリエール。モリエールできんじゃなかった？うわ、嘘かな、俺モリエールできんじゃんけ。いや、もう俺 YouTube 一本で行くわ。あ、その方がいいと思う。うん、あきさ、神保町のエチオピアのインドカレー屋知ってる？神保町のエチオピアのインドカレー屋？うん、あ、そこ結構辛口、辛口で結構ぬるぬるしてたので、結構辛口なの。そうそう、そこサンタとか架空のカレー屋の超激辛なの。サンタで、ね、サンタで激辛なの。うん、で、マックス80辛まであるんだ。マックス80辛、いいな。明日ネタ合わせさまって行ってみよう。内藤からどういう撮影したいんだろうね。いや、おいちけ、やっぱ一人喋りが基本になるかな。だろうね。パパたち、クリスマスに何があるんだって言うわ。童貞の分際でクリスマス誘ってんじゃねえ。何バラけルートに入ろうとしてる。最初から脱線してんだよ。童貞捨てて出直してこい。よき異世界へ転生します。探さないでください。はい、ということで、ね、5個の、はい、ミニコーナーを見ていただきましたけども、今回めちゃめちゃむずいよ。昨日昼飯やから考えた。いや、昼飯だ。難しいんだけど。いや、マジで、すごい。まあ、僕は、いや、でもこれちょっと違うかな。もうちょっとわかんないな。僕いいですか？はい。こちらですね。自己中。自己中心的な人物じゃないかな。自己中。やめに考えて。実は答え言ってるのかもしれない。はい。お、いいですよ。はい。長原哲也。長原哲也ある。そうきましたが。自分で言ってるから。大きなカテゴリーに入れたら。大きなカテゴリーに入れたら。
じゃ今回やっぱ難しかったですわ、はい、じゃあ、皆さんね、答え出たでしょうか。じゃあ正解の方お願いします。正解は、はい、旅好きある。旅好き、あ、え、旅好きあるある、うん、非日常化。あー、なるほどな、旅行だね、うん、なるほどね。ということで今回皆さん当たった方いらっしゃったでしょうか。もうね、初回ぐらいの難しいところは、ね、難しかったね、うん、まあ、初回の時からスムーズに行ったけど、まあ、そうですね、以上です、ありがとうございました。